怖くてしょうがない本当に。わかんない、もうそれでテンパったからなのかな、その日の夜ね、今度はテレビ局から帰って、家に帰ってる時ね、でまあ俺ん家のガレージ開けて、で俺ん家の車って、俺の車ってほら、あのなんていうの、ちょっと滑ったらピピピピって、あのもうこれ以上下がりませんよっていう警告がなるわけよ。でピピピピってなってんのに、まださ、どん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 、何してんだこいつ、何してんの、何してんの、ドーンとぶつかる。後ろ、その車庫の後ろにね、ドーンと当たって、はあじゃないわ今ピピピピって言ってなかったのかさあ、でまあまあ別にそんな大してへこんでもいないから、お前ちょっともう本当、あのまずテンパンのやめろと、もう怖いよね、もう今日本当運転一番危ないからテンパンの、もう気をつけてって、で次の日よ、次の日またテレビ局行って、でまた帰る時にさ、今度はそのなんていうの、もうピピピピってならないよ、じゃあなまた明日何時にななんて言って、俺もこう家部屋に帰ってもうビール飲んでたわけよ、ビール飲んでたらなんかこう電話かかってきたわけ、そいつから、運転手からね、すいません、そのガレージのシャッターが閉まりませんと。へえ、はなんでだって思ったらさ、そのまあガレージのシャッターがあって、ね、この後ろの壁があって、昨日はここバーンとぶつかりました、だからぶつからないように車をね、今度はこの辺で止めてるわけよ。でシャッターが閉まる、閉まるわけねえだろお前、車の方が先に出てるのに、見りゃ分かったシャッターより閉まりません、閉まりません、違う違う違う、見ろお前、シャッターよりこっちに出てるだろうが、もうほんとヘトヘトになるわ、もう危なくなっちゃう、もう危ないんだよそれ、運転させちゃもうわけわかんないんだよな、怖いよね。